京都へおいでやす、どうミスター京都あっ、はい、本日は京都の上京区、上京区からお送りさせていただきます。ただいま千本通りの丸田町を上がったところらへんにいるんですけども、こちらにうまそうな食堂があるんで、今から晩飯乗り込んでいきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。はい、ということで千本通り丸田町上がったところに、はい、よい食堂、食事どころ、これちょっと見て、いい店がありますんで行ってこようと思います。おー、なんかうまそうなのがたくさんあるわ。懐かしい食堂です。定食もあります。よっしゃ、初潜入行ってきます。電車が走る食堂です。これ電車が走ってるぞ、これすごい。電車です。おお、すごいなこれ。お、安くてね、昔懐かしい食堂ですよ、これ。これはね、いろいろあるんやけど、今日はこのなんかひときわ目立ってるマグロ丼セット、これ言います。マグロ丼セット、むちゃくちゃね、いっぱい入ってるわマグロ。これうまそうでしょ、これ。ほら、ほんでそれにうどんがついてきます。ええー、だし、ええー、匂いしてる、これむちゃくちゃええ匂いしてる。ということでいただいていきます。めちゃくちゃね、だしのいい匂いがしてる、この、はじめ。めちゃくちゃええだしですよ。これは何やろ、あ、甘いタレや、これうまいで絶対。ちょっとずつかけよう、ちょっとずつわさびを広げて、わさびを広げてちょっとずつかけよう。これほんま醤油ちゃうしね、甘いタレでむっちゃうまい。よし、これぐらいしようか。うどんもこんな卵とじですごいしっかりしただしっすよ。これこのタレちょっとやばいよ、バリバリうまい。もうちょっとかけよう。
七味を、七味を追加して、うどんバキュームじゃん。うどんバキューム、いくら。コシのある讃岐うどんチックなおうどん、美味しいです。このマグロほんまびっくりするぐらい美味しいわ。やっぱタレもね、これちゃんと全部かけた方がいいんかな。このタレうまいわ、ほんまに。ごついマグロがたくさん入ってます。これこれ、ほんまにうまい。ありがとうございます。少し。この透明感のあるバグ。ということで、前から見てたんですけど、飛び込みました。電車の走る食堂、めちゃくちゃええだしで、うまかったです。大満足で、ごちそうでした。はい、完食いたしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ごちそうさまでした。今日はこちらの、アイオイ食堂さん、行ってきました。もうあのマグロ丼のタレ、あれうまかった。ほんでマグロもね、鮮度が良くて透明感があってうまかったし、うどんもコシがあってええだしで体が温まりました。大満足です。ほんでお会計の時にこちらのおかみさんが、車ですかと聞かれて、はいと答えたら、駐車料金200円返していただきました。なんかあのカウンターの横にも書いてあったけど、車の方は200円返してくれそうなんで、ありがたくいただきましたけども、ほんまに大満足の昔ながらの食堂でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV を頼もうします。